皆さんこんにちは、猫バチです。今回はレゴディズニープリンセスオーロラ、メリダ、ティアナの魅惑の場所43203を紹介したいと思います。対象年齢は6歳以上で558ピースあります。袋が番号が書いてあるものが6袋と、あと何も書いてないのが1袋、シールシートが2枚と、あとこちら、ブレスレットの時計のパーツでしょうか。説明書が3冊あります。表紙の通り1冊目はメリダで、2冊目ティアナ、3冊目がオーロラとなっています。
まずはメリダですね。メリダ、片側だけ口角が上がったような、ちょっと強そうな表情が素敵です。服装は肩が出たオフショルダーのドレスにベルトがアクセントで素敵ですね。後ろ姿はこうなっています。髪の毛をちょっと外してみますね。後ろ姿のドレス、こういった感じになっています。髪の毛は硬いパーツでできています。次にティアナですね。ティアナ、緑色のドレスにカチューシャをつけています。カチューシャの後ろにはリボンやティアラなどを乗せることができる穴が開いた柔らかいパーツでできています。ニコッと笑っていて素敵です。後ろ姿はこうなっています。お団子ヘアですね。そしてオーロラです。オーロラ、優しそうな表情が素敵です。髪の毛はティアラを乗せるようになっています。髪の毛は金髪で柔らかい素材でできています。ドレスはピンク色ですね。髪の毛後ろ姿撮ってみますね。後ろ姿こうなっています。髪の毛がくるんと巻いた感じがとっても可愛らしいと思います。そして3人それぞれにはこうした傘のようなパーツが一つずつついています。こちら持たせてみますとこうした感じですね。エレガントでとっても素敵です。傘の部分を外してこの絵もバラバラにします。そして体をよいしょ、こうして中にドレスの中に入れて、蓋をすることでこうした大きなダイヤモンドのように収納することができます。みんなそれぞれ収納しますとこうした大きなダイヤモンドが3つになりました。なんとなくちょっと透けて見えるのがちょっと怖いような感じもしますが、コロンとしていてとっても可愛らしいです。蓋を開けてみますとこうした状態で入っているので、またドレスを取り付けてこの箇所も戻せば先ほどと同じようにプリンセスが完成します。では次にそれぞれのモデルを見ていきたいと思います。まずはメリダのタワーですね。こちら幅が14センチ、奥行きが9センチ、高さが9センチとなっています。こちらこのタワーなんですが、こうして中が筒のように空洞になっています。この部分に高さのあるペンなどの文房具も収納できるようになっています。この上の部分にはメリダを乗せることや何かを物を置いたりすることもでき、そしてこちら小さな引き出しが入っています。この中に消しゴムなどクリップなどを入れるのもいいですね。こちらかなりスムーズに出し入れすることができます。そしてメリダ、弓矢を持っていましたが、こちら後ろの的も簡単に取り外すことができます。メリダが的を狙っているというごっこ遊びを表現することができますね。ティアナやオーロラのようなクリスタルパーツはあまり使われていませんが、このマットな色合いのタワーもとっても可愛らしいと思います。文房具を入れることができる実用性もとってもいいですね。次にティアナのモデルですね。こちら宝箱が幅が9センチ、奥行きが9センチ、高さが8センチとなっています。ブレスレットは約20センチの長さがあります。まずこちらのブレスレットですが、レゴドッツに出てくるブレスレットベースを使っていて、タイルをこうパチパチして
組み合わせることができます。模様もこれ以外にもいろいろあるかと思います。カエルがおそらくティアナと王子様ですが、こちらカエルが2匹並んでいるのもとっても可愛らしいですね。クリスタルパーツのハスの花のパーツも素敵です。こちらブレスレットのように丸めるとこういった感じですね。ハスの葉っぱとお花などが再現されていてとても可愛らしいデザインです。そしてこちら宝箱なんですが、こちらティアナも真ん中に乗せて、ティアナをくるくる回転することで周りのハスの花も回る仕掛けになっています。とっても可愛らしいと思います。この作っている間も思っていたのですが、緑の色地にハスのクリスタルパーツなどが生えていてとっても可愛らしいと思います。ハスの花がたくさん咲いている水辺が表現されていてとってもいいですね。こちら中のブロックも水面を表現しているようで素敵だと思います。後ろには小さなカエルさんが2匹並んでいます。横から見てもこういった装飾のパーツも素敵ですし、足があるのも可愛いですね。そしてこの真ん中のハートの部分、こちらの取っ手を引き出すと引き出しが出てくるようになっています。メリダの引き出しと同じでとっても引き出しスムーズに出して入れることができてとってもいいと思います。このブレスレットをこちら宝箱にしまうことができます。ただ一番小さくしてもちょっと結構無理やりなので、一番小さくするよりも小さめに巻いて入れた方がぴったり収まります。ブレスレット以外にもいろんなものが収納できると思います。メリダの収納よりも少し大きいぐらいですね。こちらもブレスレットが入る実用性があってとってもいいデザインだと思います。そしてオーロラのモデルですね。こちら幅は10センチ、奥行き8センチ、高さが10センチとなっています。こちら宝箱らしい宝箱の形がとっても可愛らしいですね。上が丸みのあるフォルムで、下が実はこうしてクリスタルパーツで、クリアパーツで高さを出してあって、下にしっかりついてないところもちょっとこだわりがあるポイントじゃないかなと思います。こちらなんですが、鍵のパーツを簡単に外すことができまして、この上の部分ですね、上の部分も簡単に取り外すことができます。そして中を開きますと、こちら左手にはマレフィセントが、右側にはフローラ、フォーナ、メリーウェザーの3人の妖精ですね。オーロラがブライアローズとして16年生きていた時にお世話してくれていた妖精さんたちです。そしてこの左側にあるケーキなんですが、おそらくこの3人の妖精たちがローズの誕生日の時にプレゼントしようと思って一生懸命作っていた、ちょっとバランスの悪いケーキではないかなと思います。これも確か青色なケーキで、ちょっとバランスが悪すぎてほうきで支えたりしていたのを覚えています。こちら柱などもこうして開くとクリアパーツでできていてとっても綺麗ですね。そしてこの宝箱の中にまた一つ小さな宝箱があり、この中にはティアーラが飾られています。こちらにオーロラを
セットしますと、可愛らしいお部屋でごっこ遊びができるようになっています。もちろんこのティアラ、オーロラにつけることができます。メリダにはつけることはできないんですが、ティアナにはつけることができました。こちらティアラをつけたオーロラもとっても素敵ですね。宝箱の外観では結構ピンクがメインでしたが、こちらブルーのパーツも使っており、クリアパーツも結構ふんだんに使ってあるので、とっても豪華な感じがします。キラキラしてて可愛らしいですね。オーロラのドレスが映画ではブルーだったりピンクだったり、メリーウェザーとフローラが喧嘩する部分ですね、ブルーだったりピンクだったりするので、それでブルーとピンクが多いのかなって勝手に想像しているんですが、どうでしょうか。こちら宝箱戻すときも、あっという間に簡単に戻すことができます。いかがでしたか。3人それぞれの映画でのワンシーンが再現できるようなセットになっておりまして、それぞれ実用性なども兼ねているところがとっても素敵だと思います。ドッツのブレスレットもとっても可愛らしいです。3人もプリンセスがついてくるので少しお得な感じもします。レゴの43198、43199のアナとエルサのお城の中庭でもダイヤモンドドレスを使っていますが、その2つとも一緒に遊ぶととっても遊びが広がりそうで可愛いと思います。レゴディズニープリンセスオーロラ、メリダ、ティアナの魅惑の場所43203、よろしければ買って遊んでみてくださいね。また違う動画で他のセットについても紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。